はい、こんにちは、スレトルドと申します。今回はスマホアプリ犯人は僕です、露天風呂編をやっていきたいと思います。すごく楽しみにしておりました。一作目はやったんですけども、もうかなり神ゲーだったなと個人的に思っていてですね、その続編ということでぜひやらせてもらいたいです。露天風呂でもやらかしちゃうってことかな。ここは山奥にひっそり佇む隠れ家的温泉旅館、いいねこういうの。冬季休暇を使って写真サークルのメンバーとこの旅館に訪れていた。メンバーは俺を含む男5人、女3人の計8人。男多くない今回ね、ちょっとやる気ダウンだよね女が多い方がいいです。今日は自由行動で、明日からは冬景色をテーマに野外撮影を計画している。写真サークルとはそんなことやってんだね。なんか結局旅行サークルみたいな感じなのかもな。時刻は20時。サークルメンバーの女性陣は今来た女湯にいる。なぜ俺が知っているかというと、まさかこいつ犯人は僕ですって、何、覗きのことなの？殺人事件とかじゃないの？桃井、あー疲れがお湯に溶けていくよ。桃井、あは桃井親父かよ。くそ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 、黒田あれ、前も黒田じゃなかった？声が歯がゆいほどに届いているというのに、何見えないの？あー俺は今男女を隔てる憎き仕切り壁をよじ登っているよじ登ってんのお前。全世界の男を代表して覗きを決行してるってわけ。あと少し頑張れ。手が届けば見下ろす先にパラダイスが広がっているだろう。よし、ようやく右手が壁の頂にたどり着いた。その時だった。黒田か？え、突如背中にかかった声に気を取られ、振り向きざまに手を滑らせた俺は、ああ一枚絵はなかったです。痛みを覚悟し落下した。落下による痛みはいつまで経っても襲ってこなかった。それもそのはず、あ、土屋、え、見下ろす先に地獄絵図。サークルメンバーの一人土屋が下敷きになって倒れていた。女か男か、どっちだこれ。土屋、おい、しっかりしろ。体を揺さぶると土屋はわずかにみじろいた。ぐあ、救急、お、今すぐな、あ、救急車呼ぶからしっかりしろよな。一目見てわかるほど頭部の外傷がひどい。あ、後ろの岩に頭ぶつけちゃったのかこいつ。傷口から目をそらすようにして立ち上がった時だった。ああ間の悪いことに、あ、女、決定的瞬間を目撃していたメンバーが一人。白鳥、どうして男湯にって、今は白鳥より先に救急車だ。え、これどうなんのこれ。震える手でスマホを取り出し応答を待つ。なんだっけ、なんて言えばいいんだ。俺が土屋をした時期に、落ち着いて。いつの間にかすぐそばにまで来ていた白鳥は震える俺の手を優しく握って通話終了ボタンを押した。お前何やってんの。白鳥は俺の前をスタスタ横切って土屋の傍らに片膝をついた。女3人って言ってたから土屋は多分男だな。チャラ男だけかな、髪長い。これさ、下敷きになってこのなんていうの、岩に頭ぶつけたと思いきや、白鳥が真犯人なんじゃないのこれ。前回のね、犯人は僕です的にはで考えるとそうなんじゃないかと思っちゃうんだけど。おい、何冷静に脈測ってんだよ。半分背負ってあげると言ってるの。何言ってんの。少し黙ってて。この異様な空気に飲まれてしまった俺はただ白鳥の動向を見守っていた。死んだの？どれぐらいの時が経っただろう。黒田君、名前呼ばれたかと思うと白鳥は興味を失ったように土屋の手を地面に下ろした。さあこれからどうしましょうか。死んだのか？お前が、俺は助けようとしたんだ。そうね、ふふふ。どうなるんだ、共犯だ、まさに。
私たち共犯だわ。共犯って何、今更ビビってるの。ずっと見てたくせに。覗きじゃないよな彼が息を引き取るまであなたは見てるだけだった。見殺しにしたのよ。それって私に言われたから。違う、救急車呼んで助からなかったら殺人犯になるからでしょ。呼ぼうと思えばいつでも呼べたんだ。殺人犯っていうか事故じゃないのあれは。確かに自分の下敷きになったけど、これは事故扱いになりそうだけどな。俺は捕まりたくない。返事を聞いた白鳥はどこか安心したように笑った。覚悟ができたところで悪いけど浸っている時間もない。そうはないわ。すぐに人が来るでしょうし、最低限あなたの証拠が残らないようにしましょう。一気にいろいろなことが起こりすぎてまともな判断ができないだけかもしれない。でも土屋を見殺しにしたのはなぜかって考えると、もう俺の答えは出てるんだ。ああ、とりあえず証拠隠滅ってことか。俺は思わず目を背けた。あなたが土屋の上に落ちた時、岩に頭を打ちつけたのでしょうね。この血洗い流そう。全部洗い流せる暇ないわ。それに血なんて目に見えないレベルでいろんなところに飛散している。俺だと特定できる証拠以外は今は放っておけってことか。まあでも足を滑らせて岩にぶつけて死んじゃったっていう事故に装うことはできそうではあるよ。これが見つかったら犯人は男に絞られてしまいそうだ。危ない危ない。それあなたの？そうです。ふーん、覗きに殺人って大物ね。ぐっ、言い返す言葉がない。女の子2人だけ入ってたんだな、桃井と。あのね、こう覗きイベントには欠かせない俺の良き相棒お前相棒とするほど覗きしてんのこいつ。もういいかしら。白鳥は何もしなくていいのか。私は直接手を下していないもの。自分が殺人犯だとまざまざと思い知らされているようだ。だから私の証拠は何も残ってないわ。それより急いで。本当に白鳥の証拠は何も残ってないのか。手を触ってなかった。ちょっと大声あげないで。白鳥、お前証拠残してるじゃん。何のこと。指紋じゃない。白鳥は土屋の手に触れた。白鳥は男湯に足跡を残した。男湯に足跡を残した。どっちだろう。手に指紋ってつくのかな。これは白鳥は土屋の脈を測っただろ。お前の指紋とか残ってるんじゃないのか。すると白鳥はなぜか満足そうに笑った。よく気づいたわね。すると白鳥は手早くタオルで指紋を拭き取った。やっぱ手とかにも、手とか腕とかにも指紋はつくんだね。知ってて俺を試したな。この程度気づいてくれないとこれから困るのよ。私たちは運命共同体なのだから。本当に自白しないのか。どうなんだろう。俺が結局殺しちゃって、黒田が殺しちゃって、白鳥はあいつが死んでほしかったから、せっかくだからね、このタイミングで死んでもらおうとした。それで、共犯を選んだってことなのかな。恨みがあって白鳥は。まだ迷ってるの。一つ忠告しておくわ。すると急に白鳥のまとう空気が重くなった。これで私の証拠はなくなった。さらに言えば私は直接手を下していない。共犯者だけれど主導権は私になると思ってね。つまりあなたが私を裏切れば全ての罪はあなたに背負ってもらうわ。確かに白鳥は見殺しにしただけでいくらでも白を切り通すことは可能だ。まさかこいつはそこまで見越した上で。私を裏切らなければいいだけ、あなたを悪いようにしないから。こいつは悪魔だでも逆に言えば頼もしくもあるよね。さあ時間がないわ。誰かがこれを見つけるまで各自部屋で待機しましょう。それぞれのアリバイをなんか証明するのはありなんじゃない。白鳥に言われるまま部屋に戻ったが寝つけるはずがなかった。捕まる恐怖と罪悪で、押しつぶされそうだ。眠れない。少し冷静になって起きたことを整理しよう。そもそも俺が覗きを決行したのは男性陣が全員入浴し終わった後、土屋が来たのはイレギュラーだったんだ。どうして土屋と白鳥は大浴場に来たんだ。なんで白鳥が来たんだろうな。土屋はまだしもさ、どうして白鳥は土屋を見殺しに。聞きたいことは山のようにあるが、それより明日をどう迎えるかだよな。
終始気を張っていたせいか体は思いのほか疲れていたようで、明日の朝ホテルの、この旅館の従業員が気づくのかな。いつの間にか俺は眠りに落ちていった。でも今回は警察来るんじゃない？雪で警察は来れないみたいな感じなのかな。木だ。黒田起きろ。なに？ああ、こいつ黄色か、わかりやすい。起き抜けに木田の真っ青な顔が目の前に現れた。大声に混乱したがすぐに冷静になった。ついに見つかったか。いや、むしろ今見つかったのか。何ぼーっとしてるんだ。あー、ごめん、一体どうしたんだ。来ればわかる、来い。木田は俺の返事を聞く前に部屋を飛び出していった。誰が登場人物全員ちょっと見たいよね。まずは大浴場に到着すると男性メンバーが集まっていた。赤西、あーチャラ男だな。おい、これからどうするんだ。すでに警察には通報しています。ショタメガネ。土屋、どうして土屋。慌てふためく者、現場を見て固まる者、冷静に観察する者、驚くふりをする俺俺。反応は様々だが全員が悲痛な表情を浮かべていた。女性陣にはコンセンサスを取り広間に待機してもらっています。風邪をひかないうちに広間に戻ってください。そこで情報をシェアしましょう。こいつはちょっとライバルというかさ、なんかコナン君みたいなやつなんじゃないの、これ。まずくないか。名探偵がいないことを願うぜ。大広間にサークルメンバー全員が集まった。あ、桃井かわいいよ、なんか前髪パッツンですね。土屋くん、桃井大丈夫、よしよし。あ、この水野っていうのはなんかあれかな、少年系の女の子かな。白鳥、本当にバレないんだろうな。しらっと視線を送るがスルーされてしまった。とりあえず第一発見者は俺。朝風呂に入ろうとしてそこで倒れた土屋を、ストップ。進行はサークルリーダーである私がイニシアチブを取ります。難しい言葉使うな、こいつ。こいつがあれなんだな、部長なんだな。リーダーの発言でみんなすでに静かになった。まずお伝えしなければならないことが、この積雪で旅館までの道が全面通行止めになってしまいました。クローズドサークルってやつだな。まあなんかこういったね、殺人事件っていうのは警察がすぐ来ないっていうのがポイントですからね。基本的な警察の到着は早くて3日後です。そこまでここに留まることになります。3日しかないの。3日か。旅館のスタッフさんたちはこの状況どうするつもりなのかな。それがですね、旅館のスタッフさんはみんな朝随分とご高齢のようで、温泉はもう入れるよわ、そこまでボケてんの。創業300年の歴史を誇るうちの旅館は。話の通じるスタッフはいねえのか。おほほほ、今ちょっと怖かった。普通にゆっくり楽しんでおいきね。ババアが影分身を、いねえようだな。話によると、おかみさんは昨晩大浴場を見回りせずに消灯してしまったそうです。大丈夫かこの旅館。俺たちが風呂から上がった後から今朝の間に死んだってことか。待って、消灯した後にお風呂に行くのは変じゃない。ということは昨夜から消灯するまでの間に亡くなったってことかな。水野、正解だ。っていうか白鳥のやつ、何真相に迫るようなこと言ってるんだ。白鳥に黙るように視線を送るが、相変わらず白鳥は知らん顔だ。まあでもなんかちょっとはね、真実を混ぜていった方がいいみたいなことあるかも。さっきからおとなしいですね、黒田くん。これもはじめちゃんだったら、これ金田一少年だったらもう解かれてるよ、これ。ふと緑川が俺の顔を見ていたことに気づく。え、あなたはどう思ってるんですか。全然わかんない。下手に口を滑らすよりは黙っていた方が賢明だ。その判断が裏目に出てしまった。今すべてがフィックスしましたフィックスは、これは黒田くんによる殺人事件です。こいつとんでもないな。だって証拠もなんもないのになんかうろたえてる様子を見てさ、犯人にするってさ、それはちょっとひどすぎない。犯人だけど、俺犯人だけど。嘘、黒田くんなの。緑川くんが言うなら証拠があるんでしょ。あんの。動揺っぷりで全てが繋がりました。あんのかい証拠。俺じゃないよ。説明してくれよ緑川、分かりやすくな。続けたいところですが時間がタイトです。これから私とは警察と連絡を取らねばなりません。
警察の方がプライオリティが高いので昼にまた MTG しましょう。こいつ腹立つわ。 MTG？ ねえねえ誰かあれ翻訳してよ。 MTG とはミーティング、つまり会議のことです。ミーティングって言った方が早いじゃねえか。昼の会議で黒田君により殺人事件ということを証明してみせます。うわまずいですよこれ。そうして俺たちは一度解散という形でそれぞれ自室に戻った。メンバーの一人が死亡したことで旅行は中止になるはずだったが、この積雪で旅館までの道路が全面通行止めになってしまった。警察が駆けつけるまであと3日、リーダーの緑川に早速気づかれてしまった。味方のはずの白鳥は助けてくれないし、まあ助けたら逆に怪しいもんな。最初から絶体絶命のピンチじゃないか。このままだと会議で俺の犯行がバラされてしまう。クソ、どうにかしないと。これはね、犯人は黒田くん、たまには息抜きも必要よ。ちょっと息抜きにするにはちょっとこのゲーム怖そうだな。レティーネーブル、ワイト夫人じゃん。緑川の推理を崩せ、裏工作。スマホが鳴っている、誰からだろう。これ、あ、スマホ、すごい。一面だってグル、ライングループがある。赤い、あれ？この赤いとこ金沢ってさ、前の犯人は僕ですのメンツじゃん。私との会話は基本的にライムでよろしく。普段仲良くもない私たちが一緒にいるのは変だから。あとは私は、あと私かなり怒ってるわよ。あまりジロジロ見ないで。怒りたいのはこっちの方だ。これライムでさ、これ証拠残っちゃわないかな、これ。こういうのって結局なんか LINE 本社とかに行けばさ、通話履歴とかが分かっちゃうって聞くけどね。なんなんだよ、わざわざ本当のこと話して。黙ってたら怪しいでしょ。推理するふりしないと。あと俺を助けてくれなかった。黙り続ける怪しい黒田くんをかばったら変でしょ。確かにそうだけど、共犯だとバレたら終わり。それに緑川くんはまだ理由も言わずにあなたを疑ってるだけ。値を上げるのは早いわよ。じゃあどうしたら。あなたが彼より優位に立てばいいのよ。優位に、これはいつものあれですね、弱みを握るってやつですね。白鳥も意地悪で俺を無視していたわけじゃなかったのかな。どう優位に立てばいいかわからないが、白鳥を頼ってばかりもいられないようだ。あ、これで終わんのかライブは。何にしても何の情報もないまま会議には、臨めない。ダメ元で緑川の説得にでも行ってみるか。ロビーに人が一人、ああすごい、すべての同じ階で住むのは楽だな。一回ロビーにちょっと行ってみようか。これこの子だよね。あ、白鳥、声をかけようとして思いとどまる。私との会話は基本ライムでよろしく。普段仲良くもない私たちが一緒にいるのは変だから。白鳥、ここで何をしてるんだろう。これは話しかけない方がいいってことか。なんか意外なところに証拠があったりするからね。ちょっと他の子たちとも仲良くなろうかな。今少しいいか。え、桃江、おしゃれさんで香水は少しきつめ、天然でおっとりしていて女子には嫌われそうだが、水野ととても仲がいい。水野と仲がいい女の子ね。きえー、水野ちゃん。俺を見るなり桃江が耳をつんざくような悲鳴を上げた。もう犯人扱いされてますね。とたとたとた、桃江どうしたの。水野ちゃん殺人犯。え、ごめん黒田、桃井怖がってるからさ。緑川のせいで桃井が完全に俺に怯えている。ひどい。違うんだよ桃井。ほら出てった出てった。あーダメか。でも結構冷静そうな水野ちゃん。水野今話せるか。あ黒田、もう土屋の件で頭ぐちゃぐちゃだよ。水野、元気はつらつとした爽やかな女子、スポーツ万能だが桃井が心配で一緒に写真サークルに入ったらしい。俺とも気兼ねなく話してくれる。いい子だ、いい子ですよ。緑川についてちょっと聞きたいんだが。水野ちゃん、桃井腹立つな。ユリなのかしら。どどどどど、でなんだっけ。あ、ダメっぽいなこれは。これは多分呼ばれるんだろうな。水野ちゃん、もう一緒にいろよ二人で。あーダメか、戻りましょう。まあでも全員と会ってみるのは大事だな。黄色、第一発見者だよね。アディダスの
あのカバン持ってんな、リュックサック。木田、今いいか？あ、黒だ。やばいよな。かなりビビった。サークルでは一番仲がいい。気のいいやつだ。サッカー部と兼部していて、白鳥がよく木田を見つめていることが多い。俺もサッカーやろうかな。白鳥は木田のことが好きってこと？でもイケメンは一番仲いいんでしょ？緑川のことでちょっと。あいつ、相変わらず意味不明な言葉使うよな。お前は俺疑ってないの？お前が人殺せるわけないだろ。何マジな顔なってんだよ。そう言って木田は俺の背をバシッと叩いた。あ、ありがとうな。これではとりあえず放置しといていいな。でもいつかなんかね、疑いをかけられるんだろうな。暇なんだな。ゲーセン行かね。俺は暇じゃないからね。旅館のゲームコーナーとか一番楽しいからな。旅館のゲームコーナーどこにある？ゲームコーナーある。行きてー。行っちゃった。あ、いいですね。右のゲームなんだ、ピコって書いてある。なんかあのメダルでさ、あの弾くようなゲーム奥にあっていいね。こういうとこでなんかね、動画撮りたいですよな。ユリの間ってある。これはここのユリの間で一体何が行われるんでしょうか。じゃ梅の間、赤、あーヤンキーか。赤西今、あ、ひ、なんでお前が写真サークル入ってんの、そもそも。赤西、見た目がヤンキーなこと以外よくわからない。科目でほとんど話さないからだ。科目なんだこいつ。サークルでも一人淡々と活動してるあたり真面目なのかもな。お邪魔しました。待て、グエッ。襟首をつかまれ、カエルの潰れたような声を上げてしまった。お前、緑川に疑われてるけど実際どうなんだ。犯人だとしてもやりましたとか言うわけねえだろ。お、俺じゃないよ。まあ俺もそう思ってる。ならどうして俺を睨む。なんだか居心地が悪いな。早く出ていこう。まあ黒田、人柄的には人を殺したりはしないとは思われてんだよな。今回も実際は事故みたいなもんですからね。竹の間、おいコナン、あっちへ行け。手で追い払われてしまった。多分警察と通話中なんだろう。エビデンスは取れていませんが、分かりましたら S 化しますので。なんだそれ。何を話しているのかわからないが、やたらカタカナ語を使っているのはわかる。緑川、サークルの部長で首席で入学したという秀才だ。頭いいんだな。統率力はあるが、カタカナ語を対応するのは勘弁してほしいとメンバーの全員が思っている。全員が秀才ならわかりやすく話せって思うんだけどな。とにかく緑川は一瞬で俺が犯人だと見抜いた天才だ。この後全て暴いてくるに違いない。証拠も掴んでるってことなの。せめてあのカタカナ語が解読できたらいいんだけど。本屋はないけど雑誌はあそこに売っていたよな。お、カタカナ語を解読できる本が。別にカタカナ語だけど、そんな辞書でもなんでもないんだから。売店に売ってる、そんな雑誌。もうなんだこれ、ビジネス用語。こんなん旅館に絶対売ってないっしょ。手に取った本は緑川がよく使ってるようなカタカナ語が集約されていた。流行ってるとは思えないが、これがあれば緑川が警察と何を話してるかわかるかもしれないな。お客さん1000円だよ。わっ、びっくりした。っていうか売店もばあさんかよ。おかみさんに1000円きっかり渡して本を買った。絶対旅館で売ってねえよ。カタカナ語、ビジネス用語が集約されている、ドラスティックをドメスティックと雇用する人が多い。何言ってるかちょっとわかんないです。これで緑川の話をこのビジネス用語のやつを使って聞き取る。エビデンス、さっき手にいた本でカタカナ語を解読した。証拠は取れていませんが、分かりましたら報告しますので。やっぱ証拠見つけてないんだ。証拠を見つけて告白するつもりだったのか。いい方に取られるならまだやつは証拠をつかんでないということだ。俺の証拠があれば緑川は飛びつくだろう。それがたとえ本物でも偽物でも。逆に偽物のあのなんていうんだろう、証拠を用意して、なんかこの証拠は意味がないよみたいな感じで突きつけて、緑川のあの地位をね、地位に落とすっていうことかな。さあこっからどうするか。あ、いいとこで白鳥さんがロビーで面白いものを見つけたわよ。面白いもの、ロビー行ってみようと。これで戻ってロビー、話しましょう。しのとり、面白いものってこれよ。宿泊者名簿、チェックインしたの緑川のはず。うすうす気づいていたが、宿泊客は団体客である俺たちだけだ。緑川、意外と字が汚いんだな。俺もそれは思った。あ、代表者、お名前緑川。
同行者、お名前、桃井赤西、北、佐藤田、土屋、水野、肘、あれ知らない人いるぞ。メンバーの名前間違ってるぞ。佐藤田って誰だよ。黒田のことだよね。このメンバー緑川くんが書いたものよ。緑川は頭がいいのに漢字には弱いのか。いや、緑川には何か、もしかしてお金とか積んで主席になったみたいな。白鳥、緑川を部屋から連れ出すのを手伝ってほしい。これで弱みを握るんだな。どうやって連れ出すの。そうだな、どうやって緑川を部屋から連れ出そうか。色仕掛け、黒田の証拠を見つけたと嘘つく。色仕掛けやってほしいな。でもダメだろうな。黒田の証拠を見つけたと嘘つくんだ。緑川のやつ、証拠を見つけて警察に言うつもりなんだよ。あなたの証拠を探してるんでしょうね。俺の証拠があればやつは絶対に飛びつく。なるほど、あなたにしては考えたわね。俺が俺の証拠を見つけたなんて言えないからさ、白鳥にしか頼めないんだ。いいでしょう。私はあなたを疑っているふりをして彼に近づくから。ありがとう。よし、緑川の部屋まで様子見に行こう。記録と、頭が実は悪いのか。もう二度と何も言わせねえよね。これで揺さぶっていくわけだ。俺は隠れて緑川と白鳥の様子を伺う。何の用ですか。実は私もあなたの意見と同じで黒田君を疑ってるのよ。アグリーです。やはり彼は怪しいですよね。これは事故じゃありません。それでね、もしかしたら証拠があるかもしれないわ。それはどこに。黒田くんがさっきこそこそトイレに入っていったの、何かあるのかもと思って。うまいな。じゃあ自分は入れないっていうね。白鳥さん、ファインプレーです。トイレは私が調べておきますよ。では。すげー、やるなー白鳥。俺と目が合うと微笑んだような気がして、よし、大成功だな。部屋を調べれるようになった。白鳥さん頼もしいな。あ、何気なくバッグから覗いた免許証を手に取ると、マジか。俺は思わず二度目してしまった。一回り以上半年が離れてた。一回り、10歳ぐらい離れてるってこと。証拠を記録した緑川の運転免許めっちゃ幼く見えんのに、とんでもないな。推理小説だな。緑川は確かに好きそう。パラパラめくって読むと、大浴場で男が男を視察するというものだった。大浴場で山田は鈴木を視察した。これが真相だ。これの通り言おうとしてんじゃねえのあいつ。は？俺が驚いたのには2つ理由がある。1つ目は、大浴場で山田は鈴木を、視察した、これが真相だ。この箇所にマーカーが引かれており、黒田はこれと同じことしたはずと書いてアホやろ。ほっといてもいいでしょう。どうやら緑川はほぼ言いがかりに近い理由で俺を殺人扱いしている。驚いた理由の2つ目は、小説に出てくる漢字ほぼ全てに振り仮名が書き加えられていたこと。だいぶアホやな緑川。バカなのかお前。しかも35だからな。緑川はおそらくこの推理小説を使って推理を展開するつもりだ。全くアホらしい。俺は緑川がバカである可能性にかけて、振り仮名をすべてペンで塗りつぶして、あはははは。よしよし。そんなことしたらなんかおかしなことになるだろう。それはそれで。あ、さっきまで母親とライムしていたみたいだ。母親にもあの敬語なのだろうか、とほんの好奇心からメッセージを読み漁る。僕受験無理だよ。10年浪人してももしさ、アホすぎやろ。大丈夫よ。今年は知り合いの子に受けてもらうから何も心配しなくていいのよ。3点って。ママありがとう。素敵の理由が替え玉なら納得だ。バカがバレないようにあの喋り方でごまかしてきたんだろう。ごまかされねえよそれは。ドン引きな緑川の正体であった、ね、ちょっと緑川いいなって思ってた女子とかも全ていなくなるだろうな、この真相を言えば。もうこれで脅せばもうね、完璧ですよ。そろそろ会議の時間だな。これで裏工作、あ、トイレ見てる。一応見に行くか。緑川がトイレを調べている。隅々までよくクリーニングが行き届いてますね。値段の割にサービスのコスパがいいと言えるでしょう。別のこと推理してる。おっと、犯人の証拠がないか調べないと。そっとしておこう。なるほど、これで終わりな感じかな。はい、ということで、ここで裏工作を終了すれば、
なんかねこう逆転裁判みたいななんかね推理とか突きつけ合いとかね証拠の突きつけ合いとかをするパートがおそらく始まるんですよね。まあちょっといい時間なのでそれは、次回に回したいと思います。ご視聴ありがとうございます。今回は3日っていう短い期間、とりあえず3日っていう短い期間だけども、まあ、とりあえず全員のね弱みを握りつつ、ね犯人しらこの子がな、この子がまだちょっと怪しいんじゃないか説があるけど、頑張ってやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。次回に続きます。